はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。えー、これ、プラウダの記事なんですよね。はい、いわゆる、ロのシヤシヤの記事でございます。プラウダの記事でございます。はい、えー、なんと、まあ、これがいつの発言なのかっていうのはね、詳しく書いてないんですけど、えー、バイバイじいさんが、なんか言ったそうですね。はい、バイバイじいさんが、えー、アメちゃんのね、えー、白いお家で、 えー、とある時代が始まったと言ったそうです。はい、何の時代が始まったかというと。はい。ゾノンビさんの時代が始まったとバイバイじいさんおっしゃいました。はい、これ一体どういうことなんでしょうか？っていうことですよね？ はい。まあ、プラウダさんの記事なんでね、話半分でお願いします。はい。でもね、えー、知ってる方は知ってますけど、アメリカにはね、えー、アメリカにはね、あの、ゾノンビさんのキッキーにね、対処するっていう訓練が、いわゆるポリスとかね、あと、アーミーの間で行われておりますよね。 はい。でもって、皆さんもご存知だと思いますけど、フィラデルフィアとかね、あと、いわゆるカリフォルニアとかね、そういったところには、本当にゾノンビさんと見ま見まがう人たちですよね。たくさんいらっしゃいます。いわゆるね、 えー、おくちですね。おくちで中毒になってしまった方々です。はい。おくちで中毒になってしまった方々です。まあ、日本はね、こういう点ではある意味恵まれてますよね。そういったおくちが禁止されてますから。はい。そういったおくちが禁止さめ、されてますからね。これなんか動物用のね、こう、鎮静剤とか、まあ、そういったものを掛け合わせた まあ、ど、ど、どのね、ラックみたいなんですけど、まあ、本当にね、まあ、末期的な状況じゃ、末期的な状況ですよね。こういった動画を見たことのある方、多数いると、いらっしゃると思います。はい。まあ、大変なことになってますよ、アメリカ。なんでね、えー、バイバイじいさんが、ゾの運びの時代が来たって言っても、 まあ、おかしくはないんですよね。えそういう人たちが街に溢れている時代になってますからね。ええー、まあ、日本ではこういうことはあまりないと思うんですけど、まあ、何があってもね、そういった危険な、はい、危険なお薬に手を出してはいけません。当たり前です。 まあ、ある人が言うには、その薬局でね、鎮痛剤ですね、頭痛とかの鎮痛剤が、あもう品切れで売ってないんで、そういったものに手を出してしまう人が結構いらっしゃるというね、話も聞いてます。まあね、頭痛とかだって、まあ、 アメリカの方はね多分まあ分からないんだと思うんですけどまあとりあえずツボ押しとかねそういうことでもねかなり楽になるんですよこれほんと東洋の知恵だと思うんですけどねまあ話はずれてしまいますけどはい東洋の知恵だと思うんですよはいそういったね鎮痛剤とかなくてもねえー、まあ針とかねまあお灸とかねえー、まあ,あー あるねまあとりあえずなんていうのかな、えー、そこら辺に生えてるね、えー、草とかあそういうのを干してねまあとあるまあそこら辺はねあれなんですけどそういうものを煎じて飲んだりとかねまあいわゆるね漢方の知識がある人はそれでまあ対処できちゃうんですけどまあアメリカの方ってこういうこと知らない人がだいぶ多いですからねまあ当たり前ですけどねまあ西洋人なんで。 えー、多分東洋医学なんて触れたことのない人ばっかりなんでしょうけどまあでも考えさせられますよね。ゾノンビの時代が始まったそうです。でも日本でもね同じようなこと起きてるんですよ。何がかっていうと毎日ねなんかボーっとした人たちの事故が入ってきてます。今日もね、えー、いくつかありましたよね。ちょっと前にもあげましたよね。はい、えー 車がね、高校生のね、ね、えー、集団に突っ込んだとか、はい。えー、まあ、ぼーっとしてる人たちですね。まだゾの運びまではしてないとは思うんですけど、まあ、本当にこれね、こういう状態をほっといたら本当にそうなっちゃう可能性があるんでね。本当にあの、我々、えー、きちんと毎日デトックスして、 はい、毎日きちんとデトックスしてね、えー、で健康的に生きられるようにいいまあねえちょっと、あのー、スポーツなんかもねちょっとして取り入れてね毎日の生活の中にエクササイズを取り入れて、えー、きちんとしたものを食べてねはいできあいのものではなくてきちんとしたものを食べてで健康的に生きていくっていうことが非常に不可欠になっております。えー、日本でも こういった状況が、もうね、そこまでひどくはないんですけど、アメちゃんみたいにね。ひどくはないんですけど、起こりつつあります。はい。えー、まあこれね、まあプラウダなんで、はい。そういうことでございます。とりあえずこちらの記事もね、どっかに貼っておきます。はい。よろしくお願いいたします。まあ、本当に色々ありますね。 はい、えー、まあ、サーフィンのように、いろんな観覧をく,るくぐり抜けてね、えー、みんなで力を合わせてね、新しい時代に進んでいきましょう。はい、よろしくお願いいたします。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。どうですかみけたんみけたん気持ちよさそうですね。ね あら、ゴロゴロ言ってますね。聞こえますか？うん